徳川15代将軍のうち14代と15代を紹介します。14代徳川家茂、一橋派を抑え南紀派が将軍後継者に据えたのが徳川義臣改め徳川家茂です。南紀派の中心人物だった大老井伊直弼が権力を握りましたが、天皇の許可なしに日米修好通商条約を結んだことや尊王攘夷派を厳しく弾圧したことで桜田門外の変で暗殺されました。その後、幕政を主導した老中安藤信正が取った公武合体政策により、家茂は孝明天皇の妹、和宮を妻に迎えました。政略結婚でありながら、同い年の2人は大変仲睦まじかったそうです。しかし、徳川家茂は第二次長州征伐の最中、大阪城で病に倒れ、そのまま命を落としました。まだ21歳の若さでした。15代、徳川義信。徳川家茂の死後、将軍職を引き継いだのは、以前にも将軍候補に上がっていた徳川義信です。義信は将軍就任以前からすでに、将軍後見職として、幕政改革や長州征伐を主導していました。しかし、幕府による政権維持の限界を悟った義信は、倒幕派の機先を制して、朝廷へ大政奉還を行いました。何百年も政治を担当していない朝廷は徳川氏を頼みにせざるを得ず、結局は徳川氏を中心とした政治になるだろうと考えたのです。しかし薩長の倒幕派はそれを許さず、王政復古の大号令を出し、義信を排除して新政府を樹立しました。それに対して義信は京都に進撃しましたが、鳥羽伏見の戦いに敗れて江戸に逃れ、江戸城を無血開城させて名実ともに徳川幕府の幕を閉じました。その後の義信は狩猟、サイクリング、写真撮影などの趣味に没頭し、21人の子供も儲け、大正時代まで悠々自適に過ごしました。